ハワード・ジェームズ・トリアーノは、カナダ・オンタリオ州、ティルソンバーグ出身のバスケットボール指導者、カナダ代表ヘッドコーチを務めている。サイモン・フレイザー大学在学時の1978年から、カナダ代表としてプレーしていたトリアーノは、1981年の NBA ドラフトで、ロサンゼルス・レイカーズから179位で指名されるも、トレーニングキャンプの段階で解雇。トリアーノは、 地元カナダのマイナーリーグやメキシコなどでプレ九1985年から1年間はフェネルバフチユルケルでプレーしたこともあったものの、結局 NBA の舞台にたどり着くことはできなかった。1988年30歳の時にトリアーノは選手生活に区切りをつけ、コーチ業を開始。母校サイモン・フレーザー大学のヘッドコーチを百九十五年まで務める。 2002年にトロントラプターズのアシスタントコーチに就任。2008年12月4日、当時のサム・ミッチルヘッドコーチが解任されたのに伴い、ヘッドコーチに昇格。リーグ初のカナダ人ヘッドコーチとして注目されたが、同シーズンは25勝40敗と悪い流れを変えることはできず、2009から10シーズンも40勝42敗、さらにクリス・ボッシュを失った2010から11。 シーズンは22勝60敗に終わり、シーズン終了後に退任。フロントに転出し、球団副社長を務めた。2012年8月17日、ポートランドトレイルブレザーズのアシスタントコーチに、就任。デーミアン・リラード、C.J. マッカラム、メイヤーズ・レナードら若手選手の育成に尽力した。2016年5月18日、フェニックス・サンズのアソシエートコーチに就任。 2017年10月22日に、アール・ワトソンヘッドコーチが解任されたのに伴い、暫定ヘッドコーチに昇格した。1998年に、カナダ代表のヘッドコーチに就任。2000年のシドニーオリンピック出場に導き7位入賞を果たすも2004年に解任。北京オリンピックでは、アメリカ代表のアシスタントコーチを務め、金メダルを獲得。 2012年からは再びカナダ代表のヘッドコーチを務めている。ありがとうございます。